はい、こんにちは、まっちゃんです。今日は、スラムダンク、せーの、いいね。ビジネスの世界でダイバーシティインクルージョンっていう言葉が今注目されています。ダイバーシティインクルージョンって何かっていうと、一人一人の異なる価値観とか考え方ありますよね。それをお互いに尊重して、まあ、企業の成長とか個人への幸せとつなげていくっていうふうに解釈されてるんですね。つまり一人一人それぞれみんな違うっていうことを、まあ、それを前提にしていろんな仕組みや環境を作っていったりだとか、コミュニケーションの取り方っていうのを考えていく、こういうことが大切だっていうことなんですね。で、要するに違うっていうことを強みにするんです。違うことを強みにして組織づくりや人づくりをしていくわけですけど、それはまあ同時になかなかね、これまでの日本のみんな同じだと安心するっていう価値観があるじゃないですか。それを突破していくわけですから、まあ僕がやってるようなコーチカウンセリングの技術が必要だっていうふうに思っています。その前提となる考え方っていうのは、人はみんな人生の主人公なんだってこと、そして人には無限の可能性があるんだってこと、そして答えは自分の中にある、それがやっぱ前提になってくるんですね。相手を尊重して相手のことを 100% 信じて受け止めるっていうことから始まるのかなっていうふうに思っています。で、このダイバーシティインクルージョンを考えた時にね、ある漫画を思い出したんです。まあ、さっきも言いました。それ何かっていうと、はい、これです。スラムダンク、もう言わずと知れた伝説のバスケットボール漫画ですよね。このバスケットボールの漫画っていうのは、その湘北高校っていうのが舞台なんですね。湘北高校のバスケチームが神奈川県予選を勝ち抜いて、インターハイの2回戦で山王工業と当たるまでの、ね、わずか半年間を6年もかけて連載された超しびれる漫画なんですよ、ね。で、この湘北高校のレギュラーメンバーっていうのがもうすごいんですよ。もうそれぞれに主役級のキャラ立ちをしていて、もうまさにね、個性と長所を生かしたチーム作りができてるなっていうふうに思ったので、ちょっと紹介したいんですね。で、例えば主人公に桜木花道っていうのがいます。めちゃくちゃ背でっかいんですね。で、高校入るまでこの主人公の花道は、バスケやったことがなかったんで、もう技術的にはもう初心者並み、ドリブルとかパスとかっていうのはもう大したことないんだけど、でもね、運動能力がすごいんです。運動能力のポテンシャルが半端なくて、ジャンプ力めちゃくちゃすごくて、リバウンドにめちゃくちゃ強いんです。リバウンドがめちゃくちゃ強い。それから赤木武則、これキャプテンですわね。圧倒的なリーダーシップがある。まあ、すごいね、そのリーダーシップという面でチームをまとめないかんっていうふうなことですごく苦労されてるんですよね。で、スピードそんなにないですよ、でっかいですからね。ただゴール下はめちゃくちゃ強いし、パワーは圧倒的。それからルカは楓ね、こいつもオールラウンドプレイヤー、何でも超一流なんです、ね、スーパールーキーと言われてます。そして男前でもわがまま、自己中、ね、プレイも自己中、パス出しません、天上天下唯我独尊です、ね、それから宮城亮太っていうのがいますね。宮城亮太っていうのは身長が低いがコンプレックスなんですよ、ね、でもそれを生かしてスピードめちゃくちゃあるんです。で、パスセンスも抜群なんですね。それから三井寿司ね、これ三井君のみっちゃんがいいんですよ ね。中学 MVP だったんです。でも一旦不良に落ちぶれて、でそこから挫折から復活したという設定なんですよね。それがもういいんですね。で、ブランクがあるのでスタミナに自信がない、ウィークポイントなんですね。でもスリーポイントシューターなんです。スリーポイントシューターだからスリーポイントシュートの達人なんですね。で、バスケットセンスも抜群っていう人なんですね。で、まあそれぞれみんな個性があります。で、このチームで大事なのは、みんな優れた長所を持っているんだけれども、同時に短所もあるんですよ。すごい短所も描かれてるんですよね。で、その短所を周りのメンバーたちが補い合えているっていうことがポイントだと思っています。もし失敗しても、もし入らんかったとしてもね、桜木がリバウンドでカバーしてくれているっていうふうに仲間を信頼する安心感っていうのがあるから、思い切ったパフォーマンスができる。これで違った個性が力になっていくんですよね。だから、おそらくルカワ楓がね、ルカワぐらい のレベルのやつが5人いたとしても絶対強くなっていないはずです。
ね、これこそがダイバーシティですよ。いずれにしてもね、でこのメンバーたちってすっごい自信にあふれてるんですよ。これね、実績から言えば全国制覇なんていう目標はもう周りから見たらバカにされるような目標なんですよ、ね、去年まで全然全く無名のチームだったんですよ、ね、誰もこいつらが強くなるなんて思ってない中で俺たちは全国制覇なんだって、それを誰も信じて疑わないんですよ。根拠のない自信にあふれてるんですよね、あいつらって。桜木なんか自分のことを天才ですからって初心者のくせに言ってますからね。いいチーム作りはいろんな意見、いろんな価値観があってもそのいい面を生かして補い合い、ね、アプローチ方法は違ったとしてもみんなが共通の目標を描いている。そして何より根拠のない自信がある。これね、もう湘北というのは最上のビジネスモデルですよね。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。